学校法人茨城は茨城県水戸市八幡田町にある茨城中学校高等学校を設置者する学校法人である。学校法人茨城は明治時代から大正時代にかけての政治家、実業家であった飯村城三郎が水戸藩の藩校、行動館の流れを組む水戸学院の要請を受けて私的財産を投入によって 旧正中学校である旧正茨城中学校を設置する財団法人として昭和2年に設立された。飯村城三郎は財団法人を設置した後、その年の8月13日にタクシーとの交通事故で他界し、飯村城三郎の志は後々の人々によって受け継がれていった。旧正茨城中学校は当時、 公倍率となっていた茨城県内の旧正中学校の教育をより開く目的も兼ねて設立された。そのため、法人の運営は学校教育として適切な教育が行い得るように配慮して行われている。学校法人茨城の折次長は非常勤であり、学校法人の事務を処理するために常務理事が置かれている。学校法人茨城の表議員は 現職の教職員、生徒の保護者、設置校の卒業者、学校近郊の学識経験者から同数になるように選ばれることになっており、理事も表員会の議決に基づいて同様の条件で選ばれる。ありがとうございます。